キージャンプの高梨沙羅選手が夏の大会が行われていたヨーロッパから帰国。今日札幌で行われたイベントで新シーズンの目標を語りました。日本で食べるご飯って美味しいなって思いました。はい、時差ボケとかあります？時差ボケはありますね。昨日帰国したばかりの高梨選手は今日札幌市内で行われたイベントに元ファイターズの杉谷拳士さんと共に登場しました。初めましてだったんですけど、すごい気さくに気を使ってくださって、いろんな質問を振ってくださっていたので、本番でこう噛まずに済んだというか、喋っているうちに目が覚めてきました。高梨選手は今月札幌での試合に臨み、新シーズンに向かいます。今シーズンの目標はやはりワールドカップでの総合を取ることなので、そこを目指してやっていきたいなと思います。